どうも、こんばんは、エヌです。今回は東京グルリ・インボーク、リ・インボークフェスが、第2弾来てるんですけども、それで、VS フェスキャラクター第2弾も来てて、やっとこの3つが終わったんですよね。A20 周、S50 周で、1個終わらせるのに、まあ大体70周かかるとで、全部で210周しなきゃいけないっていうことなんですけど、まあ一応全部終わりました。で、RC ポイントショップの方で、このフェスガシャチケットを5枚買ったんですよ。すると、ガシャの方で、フェスチケが20枚になると、今回だけでね、合計、なったんで、早速、20連引いていきたいと思います。狙いはですね、今回ピックアップされてんのが、待てよ、これピックアップ関係ないのか。こっちか、こっちは関係、この3つが、対象になってんのかな。けど、このチケットで引ける方は、別にその、今来てる第2弾のピックアップ3体ってわけじゃなくて、全部入ってんのかな。インボフェスの対象が。だから、確率は均一なんじゃないだろうか。うん、そうだね。ピックアップ SSR っていうのがフェス限で、7種類 1.5% 出ると。あ、そういうことですね。はい、狙いはね、いやー、なんだろう、俺10増重ねたいんですよね。正直10増5凸しようかなって今考えてて、ずっとお世話になってるし、もうそろそろ10増をフル覚醒してもいいんじゃないかって思い始めて、まあちょっとその足しにできるように10増が欲しいですね。まああと、そうだな、凶暴カネキもかっこいいんで、まあ、手に入ればいいなと思ってます。まあ10連2回で出るとは思ってないですけど、まあ、早速引いていきましょう。前回単発で引いてなんか出なかったような気がするんで、今回は10連でいきたいと思います。やべえよ、チケット10枚って、これですよ、これが出ると、出る、俺のなんだろう、ガシャでは SSR が出るというそのジンクスがあるんで、まあ、都市伝説ですわ。いや絶対出る、これ絶対出るから、これ見て見て、絶対出るから、これバカ。出ねえじゃねえか。で、あ、でもめっちゃ SR あるわ。めっちゃ SR あるんで、これを売って、まあ、また RC ポイントを足しにできると。出ねえじゃねえか。誰だよ、お前、データの不整合あったら SSR 絶対出るとか言ったやつ。さあ、ラスト10円いくぞ。頼む頼む、もうオフペース券じゃなくてもいいから、頼む、出て、お願い、さっ、おお、めっちゃ SR ある。はい、ということで、チケット20枚使ったんですけども、おかしいな、 3%SR、 まあまあまあ 3% だから20連ごときで出るはずがないんだけども、まあいいでしょう。はい、無料だしね、時間は割かれたけど。ということで、来週のVS フェスキャラクター第3弾も、頑張って周回していきましょう。はい、というわけでお疲れ様でした。また次回の実況動画でお会いしましょう。